夏休み中の子どもたちが大臣に鋭い質問をぶつけました。東京霞が関で中央省庁の仕事を子どもたちに広く知ってもらうためのイベントが始まりました。厚生労働省を訪れた子どもたちは加藤大臣から厚労省の仕事は生活に幅広く関わっていると説明を受けると鋭い質問を次々に投げかけました。これからの日本は将来の労働力である僕たち、今の労働力世代を支える子どもがいかに頑張るかに僕はかかっていると思います。僕らの世代の心に響く政策を考え、アイデアを教えてください。いや、ぜひ教えてもらいたいぐらいなんだけれどもまた家族がくも膜下出血を患った経験から脳外科医になりたいと話す男の子に対し、なり手が少ないですからぜひ頑張ってくださいと加藤大臣が声をかける一幕もありました。